はい、第2回ネクストジェネレーションズ展ですね。この動画ではちょっと在廊できない作家さんの、作家紹介をさせていただきます。こちらはですね、原田愛さんですね。ちょっと今回は、在廊できないので、残念なんですけれども、でもね、こちらの大きな、今回で一番大きい作品なんですかね。でもね、もう初日にこういうような形で、とてもね、人気のある作家さんですね。柔らかいなんかタッチで、こう柔らかい動物をね、描いてる、なんか本当ご本人のね、あの人柄を反映したような作風なんですけれども、こちらもね、変わった丸い額なんですが、もうね、売約済みになっていますね。もう一点ね、ちっちゃいこちらね、あの小学2年生のお客様がお年玉で買われたちっちゃい作品ですけども、お持ち帰りになってしまったのであれですけど、このスズメのね、ちっちゃい絵だったんですが、そういう形でとてもね、人気のある作家さんですね。なんかこのね、背景の青、ここ3枚ね、青いのがあるんですけれども、何か特徴のね、とてもある青ですよね。こちらシマエナガの作品で、あの大中小いろんなシマエナガの絵が縦長とか横長とかあったんですけれども、とても人気があってね、今回はね、もうこの1点しかないんですよね。はい、こちらパステルでですね、動物を柔らかく描いている原田愛さんの紹介でした。